はい、お待たせしました。デイリーキャップ、デイリーリキャップが、ただいま終わりまして、続いてのタイトルは、スパイロザドラゴンになります。こちら、解説の方いらっしゃいます。TK500 マイルさんです。よろしくお願いします。はい、どうも皆さん、こんにちは。TK500 マイルと言います。よろしくお願いします。声は入ってそうですね。はい、ちょっとなんだろう、直近まで今日解説に入れるかどうかわからなかったので、一応急遽って感じで、今回のゲームというか SGQ どんな感じ進んでるからあんまり終えてないんですが、まあ、ここから1時間半ぐらいかな、お付き合いのほどよろしくお願いします。ではまあこの間にですね、ゲームの簡単な解説とかをやっていこうと思います。はい、まあまずスパイロザドラゴンどういうゲームかっていうところですね。もともとはですね、98年に、まあ、アメリカとかヨーロッパとかで発売されたゲームで、まあ、日本はちょっと1年遅れで発売された、まあ、プレステ用のソフトですね。で、開発元がインソムニアックゲームズっていう、まあ、ラチェクラなんかが有名な開発で、まあ、一応発売はソニーを通して発売されてたっていう感じです。で、まあ、このシリーズ日本だとね、あんまり人気が出なくてですね、まあ、知らないよとか知っててもやったことはないよっていう方はね多いとは思うんですけど、海外だと結構人気のゲームでして、で実際その人気を表すように、最近って言ってももう 3、4年も前か、リメイク版っていう形でスパイロ・リ・イグナイテッド・トリロジーっていうのが発売されたりします。で、一応ゲーム展開としては、まあ、今回走られるスパイロザドラゴンっていう一作目と、あとはスパイロ2、リプトーズレイジ、スパイロ、イヤーオブザドラゴンっていうそれぞれ2作目、3作目っていうのが出ていて、でさっき言ったリメイク版のリ・イグナイテッド・トリロジーっていうのは、この1、2、3作品を全部こう一つにまとめて、まあ、現代風なグラフィックでリメイクしたよっていうような感じなんですね。で、何を言おうとしたんやったかな。で、今回走るのはオリジナル版のスパイロ1、スパイロ、スパイロザドラゴンっていうようなゲームになっています。で、どういうゲームかっていうと、まあ、98年99年代ってなると、マリオ64なんかが大体まあ似たような時期やとは思うんですけども、まあ本当マリオ64と似ている箱庭型のアクションゲームっていう風になってます。まあ、何個かのワールド、何個やったかな、5個か6個かのワールドがあって、それぞれの大きなワールドの中のこうゲートをくぐると、まあ、それぞれのちっちゃいステージに入っていくっていうような感じですね。でそれぞれのステージの中で、まあ、決められ、まあ、でもステージクリアっていうような概念はないんですが、まあ、アイテム収集したりとか、まあ、この後しゃべるようにちょっとドラゴンを救出するっていうのをやっていって、でいろいろアイテムが溜まっていくと次のステージ、次のワールドに移動していく。で最後にラスボスを倒すっていうような、なんだろう、ゲーム性になってます。で簡単にどんなストーリーかっていうのを説明すると、まあ、よくも悪くもストーリー性っていうのはあんまりないんですけど、まあ、一応どういう感じかっていうと、まあ、このドラゴンの世界なんですね。でただドラゴンの世界に住んでいるんだけれども、そのドラゴンにこうめちゃくちゃ恨みを抱いているナスティーノークっていう、なんやろ、魔法使いですかねっていうのがいて、である日そいつがちょっとこうね恨みを抱きすぎて、もうドラゴンなんてこの世からいなくなっちゃえばいいんだっていうので、全てのドラゴンをクリスタに変えるっていう魔法をかけました。でまあそれを救出するっていうのがスターリーでやってきましたね。はい、今喋ってるのが奏者のダイオマンさん、まあネイティブに言うとデイオマンさんって大体なってますけど、はい、じゃあ今からグッドラックです。まあ今この人見てもらったら分かるんですけど、常にハイテンションで、いつもねゲーム配信とかされてる方で、イベントもね最近 ESN 出たりとか AGQ だったかなとかで、まあ、ちょこちょこねいろんなゲーム出てて、毎回ハイテンションでねイベント盛り上げてくれるので、僕もこの人の配信とかイベントに出てくるのすごい好きなんですね。はい、でちょっとじゃあゲーム画面の方に話を戻しまして、今ですねスパイロ君
ゲーム始まった直後に目の前にいるなんかこう水色のドラゴンの像に触れました。であれがさっき言ったようにナスティーノークにクリスタル化されていたドラゴンで、あいつに触れるとこういう感じでクリスタルにされたドラゴンが復活してというか、まあ復活するっていうような感じになってます。でドラゴン復活するとああいう感じでなんか助けてくれてありがとうねとか、今ナスティーノークがなったから他のドラゴンもみんな助けてほしいんだとかっていう感じで、あのドラゴンに話しかけられます。で早速なんですが今一つ目のステージに入っていきました。で一つ目のステージからちょっと特殊なステージなので、まあ、ちょっと解説はしにくいんですが、このスパイロードドラゴンの数あるステージの中のいわゆる飛行ステージというものになってます。でここではですね何をするかというと、まあ、今すでに何個かやっていってるようにこうスパイロが火を吹いたりとかなんかゲートをくぐったりしてこうなんかなんていうのかターゲットをチェックしていってるっていうような感じですね。でこのステージには8種類かける4つのターゲットっていうのが設置されていて、今見ているようにこのゲートとさっきの飛行機とで何だろう電車の上に乗ってる爆弾の樽、この後出てくるのが宝箱かな、ここのステージはっていう感じで、それぞれにくぐるとか、火を吹きかける、まあ、一応あとダッシュで倒す壊すっていうのもありますけど、そういう感じで全ての合計32個のこういうオブジェクトをチェックしていくっていうのがここのステージでやることです。まあ、これ早速終わっちゃいましたね。はい、ちょっと今回事前の時間がやっぱオフラインやと結構スムーズに移動が進むので、あんまり事前解説する時間がなかったのでカテゴリーの説明に戻ろうと思います。で今回スパイロ・ザ・ドラゴンのカテゴリーとしては 120% というふうになっていて、まあ、いわゆる 100% です。なんだろう、同じようなゲームだと、ドンキーシリーズの 101%、102%、103% とかっていうのがあると思うんですけど、まあ、ああいう感じでこのスパイロードドラゴン、完全クリアすると 120% に達成度がなるので、まあ、こういうふうにカテゴリーも表記されているっていうような感じですね。でじゃあ何をもって 120% になるかっていうと、まあ、さっきから、まあ、ここを出てきてるようにそれぞれのステージにはいっぱい宝石が落ちてます。ステージによって300個というか、まあ、なんだろう、宝石によってその価値が違うんですが、まあ、便宜上300個、まあ、個数で言っちゃうと300個とか500個とかこういう感じで落ちてるので、それを全部回収する。であとは、まあ、一番最初から助けたし今も助けたようなこういうドラゴンが80体だったかな、クリスタル化されているのでそれを全部救出する。でもう一つは、まあ、もうちょっと先で出てくるんですが、あ、まあ、いいか、今ここはい、壁抜けしました。まあね、昔のゲームそこまでポリゴンも荒いし、そんなにステージ外のところまで全部の足場を作り込んでるわけではないので、ちょっとこうね、ステージ判定、壁判定の上の方から通りに行けると簡単に壁抜けすることができます。多分ね、これぐらいの壁抜けはあと 2,3 回ぐらいは出てきたんじゃないかなと思いますね。で、まだちょっとカテゴリーの方に話を戻すと、アイテムは今言ったの宝石、ドラゴンの救出で、もう一個がドラゴンの卵がなんか泥棒に盗まれているのでそれを取り返すっていう、この3つでよかったと思います。でそれを全部集めると、まあ、120% になるというような感じですね。で、どうしようかな、まあ、次も同じようにステージ攻略するだけなので先にじゃあいろんなところ説明しちゃうと、今走っているダイオマンさん、まあ、この今回の走者の方ですね、この方スパイロ・ザ・ドラゴンの、第一人者となっています。スパイロドラゴンメインカテゴリーとしては、まあ、よくあるエニーパーセントと今回走っている 120% の2つあるんですが、両方で世界記録を持っています。で、まあ、両方で持っているし、この人が普段走っているというかスピードランドとかに登録しているのは多分確かこのスパイロドラゴンのエニーパーと 120% の2つだけだったと思います。本当もう全ての配信をスパイロドラゴンに捧げているっていうような方ですね。で、
で、ちなみに 120% は、2日前に記録更新してました。ちょうどなんかツイッターフォローしてるんですけど、確かね、1秒か2秒更新とか、そんなレベルですね。もうずっとこの、ね、スパイロドラゴンずっとやってるのに、いまだにその微妙な更新をできるぐらいポテンシャルを秘めてるっていうのを、極めまくってるような方ですね。で、まあ、さっき言ったようにあの SGDQ、 あ HGDQ なかったね、あの去年の SGDQ で 2% 走っていて、で今年の ESA ウィンターで 120% を走ってました。あの ESA ウィンターね、あの、まあ、本当の意味の鳥じゃなくなっちゃったけど、ね、最後の方にやってて、あの ESA ESA って言ってこうあの、ね、なんか歓声上げながら一人であのシャツ破いて、あの I love ESA の T シャツを出してきたのがこの人ですね。Again, you see はい、っていう感じで、まあ、大体今のところで、すっごい基本的なところは話ができたので、ちょっとゲーム画面の方にいろいろと話を戻していこうと思います。あとまあね、ストーンヒルっていうステージですね。まあ、さっきから見てたら分かるんですけど、なんかね、お城の中庭っていうか、まあ、海が接してるからちょっとあれですけど、まあ、なんかお城の庭みたいな感じで。結構なんか綺麗なステージですね。でここのステージは、まあ、これもそうだ、さっきちょっとスルーしちゃったけど、なんか水色の、全身水色の服を着た敵がいたと思うんですけど、あいつがピンク色のドラゴンの卵を持ってました。でそのドラゴンの卵がまあ彼に盗まれてるので、あいつに、まあ、大体火を吹きかける、まあ、一応ダッシュでも倒せたりしますけど、ダッシュで倒すの結構多分難しいので、まあ、大体火吹きかけて、そしたら、卵を回収できるっていうような感じですね。So yeah, so this game has had like a ton of different tasks since Nitro. で今は次のステージに向かって移動をしていっています。Well, you know, with the help of a few others, but in recent time we've seen a lot of really interesting tasks of miscellaneous category, kind of an unofficial. まあさっきからいろいろ宝石集めてるので分かると思うんですけど、こういう感じで宝石色によって価値が変わっていて、例えば赤いは一番安くて1個宝石につき1ポイントみたいな。で緑が2、青が5、黄色が10、紫が25とかだったかな。という感じで、こういう各ステージと、もしくは、まあ、ずっといたワールドの方でいっぱい、宝石落ちてるので全て集めていきます。で今入ってきたのが、タウンスクエアというところですね。Like, oh, you have to do it this way. You have to do the main categories. 120%, 120%, 120%. 今のところ、2% でもこのステージもやってくるんですが、2% だとさっきのドラゴンを救出したところで、ちょっとしたグリッチを使って、このステージの大半をショートカットします。ただ、まあ、120% だと、そもそも宝石を全部集めなきゃいけないので、まあ、これは普通の、なんだろう、ゲームの開発が想定した通りの道順でクリアしていってる感じですね。今ちょっとミスりましたね。ここね、地味にシビアというか、あれ、ここ本来ここ帰っていくか。そうなの。そこ、階段の途中から、まあ、滑空して今の足場に行くんですが、ちょっとねシビアなんですよね、距離感と高さっていうのが。なんで今2回ミスってたかな。でね、今ねまたね、ドラゴンの卵を持った敵が出てきてて、すぐ倒したんですけど、あれね、通常プレイだとあんな簡単に倒せないんですよ。卵を盗んだ敵って、結構速い速度でスパイロから逃げていくんですね。で、ゲーム内の、なんだろう、ゲームデザインとしても、彼と追いかけっこをして、彼に火を吹きかけて卵を、救出するというか、取り返すっていうような感じになっているんですね。
ただもちろん RTA としてはあの彼と、ね、レースなんてしようものならタイムロスでしかないので、まあ多分うまいこと、ね、近づき方を調整してやってるんやと思います。あ、ここ次壁抜けをいけるかな。ここまで上から壁抜けして竜の頭に入って、そのまま竜の頭の中にあるゲートに侵入しました。ちょっと解説が今追いつかなかったんですが、ね、今のところ単純に壁抜きをしただけではなくて、カットシーンスキップが一つ入ってます。あそこ本来の流れとしては、なんだろう、今のここのステージのゲートっていうのが竜の頭、竜の頭を模した石で石像で守られてるんですね。ただそれの目の前にあるドラゴンのクリスタル化されたドラゴンを救出すると、そのドラゴンの頭が開いてあそこのゲートに入れるっていう感じになってるんですが、まあドラゴンの頭が開くのを待ってる必要があるので、そこのカットシーンもスキップしたっていうような感じになってます。あとは単純にね、ずっと回り込んであそこに行かなきゃダメなのを、まあ壁抜けというか、まあ壁抜けでいいか、壁抜けすることで、まあ、直線的に行けるっていう感じです。でここ、ボスステージになってます。今なんかカカシみたいな敵が出てきましたね。こいつここのステージのボスになっていて、あいつに火を一回吹きかけると、だんだんこうステージのゲートが開いて奥に行けるようになります。で同じようなことを3回繰り返すと今のボスを倒して、ステージクリアというような感じになります。でですね、一応、このスパイロザドラゴンそれぞれのワールドには、まあ、便宜上ボスって呼ぶ敵が存在してます。ただですね、ゲーム性としてはボスを倒さなくても、あの次のワールドには進んでいけるし、ラスボスさえ倒せばゲームクリアっていうような感じになってます。まあ、なので、まあ扱いとしてはボスというよりかはそれぞれのワールドに一体ずつ存在しているユニークモンスターみたいな感じですね。で、ここのワールド今すべてクリアしたので、今の、キャラクター英語だとバルーニスト、日本だと気球乗りっていう和訳になると思いますけど、彼に話しかけてこの気球に乗って次のワールドに移動してきました。で今移動してきたのがピースキーパーズワールドっていう、まあ、砂漠をモチーフというか砂漠がメインのワールドですね。ああいう感じで、全ての、まあ、通常プレイだと、まあ、いや、どういうふうに説明しようかな。まあ、最初に言ったように、このスパイラドラゴン5個か6個のワールドが存在していて、それぞれのワールドを移動するには今のように、バルーニストに話しかける必要があります。でそれぞれのワールドを移動する条件っていうのが設定されていて、例えば宝石何個以上、ドラゴン何体以上救出、卵を何個以上取り返したっていうような感じが設定されていて、今のところは、何だったかな、ドラゴンを10体以上救出していたら次のワールドに進めるよっていうような条件が課されてました。なので通常プレイとかエニーパーセントだと、ドラゴン10体以上救出して始めて、ピースキーパーズワールドに移動できるっていうような感じになってるんですが、もちろん 120% だと、まあ、そもそも一個一個のワールドで一個一個のワールドを 100% クリアしてから次のワールドに移動するので、そこの達成条件っていうのは特にこう意識することなく、まあ、普通に移動していくっていうような感じです。で今来ているのが、ナイトフライトという飛行ステージで、ここね、めちゃくちゃ難しいです。今見てるように、これ今灯台に火を吹きかけてライトを灯すのと、あとゲートをくぐるっていうところのね、配置がね、めちゃくちゃややこしいというか、いやらしいんですよ。なんでそんな、コントロールしにくいところにそれぞれのオブジェクト設置したのっていう感じで、超難しくてですね、
僕もね、飛行ステージ、まあ飛行ステージってあのスパイロザドラゴンやったことある人ならわかると思うんですが、超難しいんですね。あれ何回もあの試行錯誤しながら自分なりのルートを探して、ルート構築も自分で考えなきゃダメだし、プレイングも磨いていかないとなかなかステージクリアできないしっていうので結構難しいんですよ。でその中でも個人的にはナイトフライト一番難しいかなって思います。あそこまでなんかいやらしいオブジェクトの配置って他のフライトステージじゃなかったんじゃないかなと。ただね、あの RTA だとそんな難しさをみじんも感じさせないあの素晴らしいプレイなんですよね。And interestingly, a little like kind of wrench thrown into that whole thing is you'd think it would be so clear from the top players.でそういう感じで話をしているうちに今やってきたのが、どこかなドライキャニオンっていうステージですね。ここで初めて出てくる、まあ、敵キャラクターというか、まあ、一つの敵の種類としてはダッシュじゃないと倒せない敵っていうのが出てきます。今倒したやつみたいにああいう金属製の盾を持っている敵っていうのは炎を吹きかけてもその、ね、盾が炎の厚さを守ってくれるのでダッシュで相手をぶっ飛ばさないと倒せないというような感じになっています。Yes, I'm a legend for figuring that out. Thank you.そうですね、今コメント欄の方あるように飛行ステージだけ本当に難しいんですよ。まあ、ただ難しい分ね、そこがねすっげえやりがいがあって楽しいんですけどね。そうで、あとそうここもね飛び方がなかなか本当に難しいんですよね。で本当さっきからねドラゴンの卵を持ったね、盗賊のキャラ、すっげえ簡単に倒していくんですよね。あれもあんな簡単にね、倒せなくてずっと追いかけっこになって、本当ね、基本追いかけっこって周回コースなんですね。ぐる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 、同じコースを何周もして、盗賊を倒すんですけど、その時も結構ね、大体1周じゃ倒せないから2周目3周目とかにちょっとずつコースのインサイドをついてちょっとでも詰めていくっていう風にやっていて時々ねインサイドつきすぎて火吹きかける前に盗賊を抜かしちゃうとこういうの盗賊ね逆走し始めるんですよすっげえ腹立つんですね。そうするといや今抜いたんやから火当たってたら俺倒せてたやんみたいななんで逆走するのっていうのでこれね、プレイヤーをね、イライラさせてくるようなポイントになっちゃってるんですよね。コーナーで差をつけなきゃダメだけど、差つけて抜かすと逆走されちゃうっていうね。ですね、今ここのステージ、結構新しい、ギミックというか、宝箱のギミックがいろいろと出てきてます。今、何個か宝箱を壊しましたけど、なんか宝箱の上に、なんていうのかな、扇風機のファンみたいなやつがついている。あれは火を3回吹きかけると、ファンがくる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 回って、なぜか宝箱が破壊されるっていうのがあったりとか、で、その隣にあった鍵付きの宝箱ですね。あれは、そのステージの中に鍵が1個落ちてるのでそいつを拾って宝箱のところに来ると鍵を解除して宝箱がその中の宝物が出てくるって感じですね。であと1個ちょっとスルーしちゃいましたけどなんか宝箱の上に花火というか爆竹がいっぱいつけられててそいつに火吹きかけたりとかダッシュすると爆竹が爆発して宝箱が壊れるっていうのがあったりします。でまたここが次のステージでクリフタウンかな。ここはThat's one of the things that really affects my runs. Like, ここ一つ新しい宝箱のギミックが出てきます。この後、ここ、今ですね、なんか建物の屋上についてた、屋上にそれこそ花火がついているんですよ。ロケット花火かな。で、ロケット花火に火を吹きかけると、花火が飛んでいって、このステージのどこかにある宝箱を壊してくれます。今、どこかっていうのが今、ちょっと目の前にあるところですね。黄色の宝石機械いっぱい落ちてるんですけどここに花火じゃないと壊せない宝箱っていうのがあってそいつを壊しました。
You've lost some respect for me, Dea. I know. I was just about to ask when, like, ここちょっと独特な敵がいて、こうなんか鍋と鍋の隣にいる、まあおばちゃん敵キャラっていうのかな、がいて、先から見ていると分かるんですが、宝石って地面に落ちてるとか宝箱に隠されているだけじゃなくて、敵キャラを倒しても宝石ができます。なので 100% というか 120% カテゴリーだと全ての敵を倒すっていうのも、まあ二次的な要因として収集要素の一つとなっています。で、あとはこのステージだと、そのなぜか鍋の中にも宝石が眠っているので、鍋にこう火を吹きかけると宝石が落ちてくるっていうような感じになってますね。ただね、この敵を倒すと宝石が出てくるっていうのはスパイロ1作目のこれだけの仕様になっていて、スパイロ2は敵を倒しても宝石は出てこないようになってます。まあ、代わりに敵をいっぱい倒すと、なんていうのかな、ステージ内の別のギミックが作動するっていうような感じになってますね。ちょっとね、スパイロ3はですね、残念ながら日本で発売されてないので、ちょっと僕もプレイしたことがなくて、ちょっとね、そのスプリング3の方は敵を倒すっていうことで、どういうメリットがあるのかっていうのはちょっと分かんないんですよね。まだリメイク版もね、スパイロ1と2はもうプレイしてるんですけど、3ちょっとまだやってないので、ちょっとこの辺は分かんないんですよね。今後、ジャパニーズヒストリームで、ね、放送するイベントでスパイロ3のイベントというかゲームがあれば、またその時もちょっと解説応募して、解説実際参加する前にリメイク版だけクリアしちゃおうかなと思ってるんですけど。3は危機 A の割り当て復活してた気がする。イメージがつかないですね。でもですね、最初の方に言ったように、スパイロ海外だと人気っていうところで、その人気を表す一つの、なんだろう、背景とか情報としては、このリストリームで、ね、ESA とか GDQ とか、あとよくあるのミッドウェスト系とか、まあ、時々こう単発で珍しいイベントが入ってきたりしますけど、そういう感じで、まあ、いろんなイベントがあってですね、で僕去年の6月ぐらいからこういう感じでいろんなゲームの解説参加させてもらってて、ちょうどまあ1年ぐらい経つんですけど、この1年でね、もう6、7回スパイロの解説入ってるんですよね。っていうことはそれだけいろんなイベントでスパイロがこう走られてる、愛されてるっていうような感じなんですね。実際僕は解説、まあ、時間の都合で、ね、入れなかった時とかもあったりするので、多分ね、この他のスパイロだけじゃなくって、一応なんだろう、ゲームボーイアドバンスとかの制作品っていうのをスパイロあったりして、そこら辺まで含めるともう10回以上この1年でいろんなイベントでスパイロやってるんじゃないかなと思います。RIJ で採用されてますって書いてる人がいるんですけどね、そもそも日本人奏者がいないんですよ、スパイロは。まあ、スピードラン .com に採用されてないだけで、日本人の人が配信中にスパイロの RT やってるっていうのはね、一回見たことはあるんですけど、まあでも申請するほど多分やり込んではなかったりとかっていう感じなんですよね。本当にね、いないんですよ。前見た時はいなかった。このスパイロ1、2、3オリジナルリメイク含めて多分今もいないんじゃないかな。例えばNo, but honestly, on the topic of like getting like a really good run, like in a setting like this, I think when you play a game for so many years, I gotta like readjust my glasses. Oh, when you play a game for so many years, you start to kind of get to a point where you need to get a full maximum amount of focus, discipline in order. 6年前だからもう全然やってないでしょうね。Had 9 years to hone your route.And so、how much better? ただね、これ今 AnyPerson のリーダーボード見てるんですけど、209人走ってます。209人走ってて日本人1人だし、その1人も6年前とかですね、まあ、だからまあ実質
多分現在進行形って意味では多分いないって言って差し支えはないんじゃないかなと。すごい、 120% の方が奏者が多い。 120% は294人もいますね。 2% に人気があるんだ。Now, see, look at that. I wanted that guy's gem to home in, and that kind of shows you guys how precise the flame charges are. 別カテアテゴリーとかっていう前に、多分そもそも日本人奏者がほとんどいないから、カテゴリーすらないっていうのが正直なところじゃないかなと思いますけどね。で、そう、今コメント欄にあるように、日本語版はダッシュの速度が遅いし、別カテ扱いじゃないかなって書いてる人がいるんですけど、そうなんですよ。そもそもとして、もともとこれ海外の多分アメリカなのかな、海外のディベロッパーが作ったゲームで、それを日本に輸入したっていうような感じになってるんですけど、日本に輸入する際に操作性っていうのを結構、一応日本人向けに修正したっていう感じになるのかなっていうのをやっていて、何を書いたっていうのがダッシュの仕様なんですね。でですね、このゲームスパイロがダッシュをするとカメラが自動でスパイロの後ろに回り込むっていう風になってるんですね。ただ日本語版は、当時の記憶ちょっと覚えてないけど、多分その仕様がなくなってて、カメラ操作は自分で右スティックでやるんだったかな。ただ何にせよそのカメラの仕様っていうのが、その日本人向けではないだろうっていうふうに判断されて、日本語版はそこら辺、日本人に合わせて修正したっていうふうになってます。で、あとは、当時そのカメラの仕様っていうのは、そもそも当時、特に日本だとこういう 3D ゲームが慣れてないっていうところから端を発していて、で、今言ったようなダッシュ時のカメラの仕様に加えて、あとはこういう 3D マップだと、日本人、なんか迷子になるんじゃないかみたいなのがなんかあったようで、それぞれのステージとかワールドの中に、ヒント用の看板っていうのが何個か設置されていて、それを見れば、プレイヤーさん、あなたは次にこういうのをやるといいんじゃないかなみたいなのがこう示唆されるような感じになってるんですね。ただ RTA だと、そもそも海外の奏者しかほとんどいないっていうのと、いないっていうのもあって、こっちの仕様がせいになってますね。あとはリメイク版はこの海外版の挙動っていうのがせいになってるので、リメイク版でダッシュするとカメラが勝手に後ろについていきます。僕はね、このカメラが自動で追従する機能あんまり好きじゃないので、リメイク版もちょっとそこら辺はやりにくいなとは感じてましたね。で、ちょっと話をゲーム画面に戻しますと、今ですね、ピースキーパーオブザワールドのステージを全部クリアしたので、次はマジッククラフターズワールドというところにやってきました。ここ、今言った名前から想像できるように、ここは魔法使いの敵キャラっていうのがいっぱいいるステージになっていて、で、魔法使いのキャラクターが結構このステージのギミックに作用してきて、なんか地面を盛り上げたりとか、なんか壁を閉ざしたりとかっていうような感じでスパイロの行く手を阻んでいきます。そうですね、そう、3D カメラ用意対策っていう感じですね。で、第1のステージが、アルパインリッチっていうステージですね。ここは、言ったような、こいつですね、魔法使いのキャラがいて、そいつが今のところやと階段をこうスロープ状にしてスパイルが登れないようにしたりとか、壁を作り上げてスパイルがその先に進めないようにとかしているので、そいつを倒してステージのギミックを解放して奥に進んでいくっていうようなステージになっています。で、あとここのステージを話す際に僕いつも説明させてもらっているのがリメイク版の話ですね。このステージリメイク版だと一つ進行不能バグっていうのが存在しています。それがどういうのかっていうと、リメイク版って FPS を自分で選べるんですが、 60fps 以上に設定しているとここですね、ここの壁が一生開かなくなるっていうバグがあります。
あそこが開かないと今いるところに入ってこれないので、まあ、ステージをクリアできないっていうのになってるんですが、まあ、今言ったように 60fps 限定のバグなので、設定で fps を50以下にすると、まあ、そこのバグが解消されて先に進めるようになります。で僕ですね、初めてそのスパイロの解説入った時にそこの仕様を知らなかった、仕様というかバグを知らなかったんですね。で、解説するときに、いや僕ね、スパイロドラゴンこれプレイしてるんですけど、なぜかねこの先壁が開かなくってそうクリアできてないんですよっていう話をしたら、コメント欄にいる有識者の方に、そこバグありますよ、50以下に下げるといけますよって教えてくれて、マジですかっていうので、解説終わった直後に FPS 下げてクリアしてきましたね。おかげでリメイク版も 120% 僕もクリアすることができました。でここ今壁抜けます。壁抜けて奥から侵入して盗賊を速攻倒します。あそこ本来ああいう風に入るところではないです。ちゃんと手前から侵入したら盗賊がいて、そいつとここの周回コースを追いかけっこするっていうところなんですが、まあね、奥から入れば盗賊逃げる場所を失うので簡単に火吹き替えて倒すことができます。そうですね、おそらく今コメント欄書いていただいてる多分ホゲホゲさんと呼ばれるかな、多分あなただったんじゃないかなと思ってます。もう1年ぐらい前の記憶なんでそこまでは覚えてはないですけど。ありがとうございます。今のところも盗賊すごい簡単に直しました。ここ新しいギミックです、スーパーダッシュというギミックがあります。今これすごい速さでスパイロを走ってますね。ここから新しく出てきたギミックで、こういうなんか矢印が床にこうなんか点滅するところがあって、あそこでダッシュするとスパイロのダッシュ速度がめちゃくちゃ速くなります。で速くなるメリットとしては、速くなる と、ダッシュ中のジャンプの飛距離が伸びるので、本来ならいけないところまでスパイロが進むことができる。でもう一個はスーパーダッシュ状態だと普通なら壊せない宝箱とかオブジェクトが壊すことができるっていう、まあ、その2つですね。なので本来のプレイとしてはそれを使うことで新しい足場に行く、壊せない宝箱を壊すっていうのが本来の使い方なんですが、 RTA はもうね、プレイングが極まってるので、それを使って単純に時間短縮のためにそれ状態であっちこっち走り回るっていう、スーパープレイも見せてくれます。It's kind of rooted in the time of Skype. Is that a really funny emote? すみません、どなたかとちょっとちゃんとは覚えてなかったんですけど、本当にありがとうございます。で、感謝の気持ちは変わってないので。そうなんですね、スパイロ結構解説参加させてもらってるんですけど、結構ね、コメント欄有識者の方いつも現れるので、僕の解説とかをサポートしていただいてるんですよね。ただ今回ちょっとまだ細かい仕様を1個説明忘れてたのがあって、まあ、いや、それ後でいいや。ここまたスーパーダッシュが出てきます。今このなんかクワガタなんかな、この敵を倒しましたが、こいつ、スパイロ普通の状態では倒すことができないです。で本当なら別の方法で倒すんですが、 RTA はこういう感じでスーパーダッシュであちこち移動しまくって、ついでにこのクワガタの敵も全て倒していくっていうような、プレイングになっています。おー、今全部決まりましたね。もう奏者さん本人がビューティフォーっていうぐらい綺麗に来ましたね。ですね、ここちゃんとやったからそのギミックは出てこないんですが、ここのステージ、このスーパーダッシュの他にもう一個別のギミックがあって、ちょっと、ね、名前を忘れちゃったんですけど、このステージに、妖精が一人いるんですね。紫色の妖精だったかな。でその妖精に話しかけると、妖精がスパイロ君にこうキスしてくれて、でキスをされるとスパイロ君まだ子供なので照れちゃうんですね。で照れるとどうなるかっていうと、体がほてって体温が熱くなって、で自分の吹きかける炎が熱くなるっていうことになります。でそうなるとどうなるかっていうと、炎が高温になると
普通なら破壊できない宝箱とか敵が倒せるようになります。あと例えば今3回吹きかけてるあのさっきの宝箱も1回火を吹きかけるだけで宝箱壊せるっていうような感じになります。で本来ならその紫の妖精にキスしてもらって高温の炎を吹きかけて、あのクワガタの敵を倒すんですが、もうRTA だとそのギミック使わずにスーパーダッシュをプレイして無理やり全部のクワガタを倒すっていうような感じになります。はい、今道中で壊した、宝箱もあれは元々の仕様としてスーパーダッシュで壊す宝箱になってます。By the way, I'll point out that I'm using this little baby powder bottle right here in order to reduce friction on my thumb when I swipe across the controller. A lot of people, I'm going to be honest, people kind of make fun of me for that. I've never met anyone else that does that, but if you find yourself doing like, you got to do what you got to do to play as fast as possible. That's all I'm saying. And no, my controllers do not get dirty or break because of that. So, one time I did open one after like a year and it like exploded into like a loud of baby powder. I'm going to be honest, people kind of make fun of me for that. I've never met anyone else that does that, but.クリアっていう概念ないんですよね。あの一個一個のステージにあのクリア条件とかがあるわけではないので、単純に全ての宝石とかドラゴンを救出するっていうだけで、別に全部集めなくてもステージ脱出すればまあステージ終わりになりますし、で次のワールドに行くのも 100% じゃなくても条件達成しさえすればいけるので、そういう概念はないんですが、おThat is not easy, by the way. そうだね。今ちょっとごめんなさい、解説遅れちゃいましたね。今のところ、敵の上でスパイロがジャンプというかバウンドすることで、本来なら届かない足場のところに、ショートカットしていくことができました。で、ここを、まあ、僕はちょっと何を言いたかっていうと、ここですね、普通に、なんだろう、パッと見で探索していくと、あの、宝石とかが全然足りないんですね。なぜかっていうと、実は、あの、スパイロのスタートポジションから、裏に回り込むと、別の足場が実はあったっていうような感じになってるんですよね。でその足場を進んでいくと宝石集められるし、さらにそれを進んで進んで本当にあのなんか屋根の上に行ったりとか、そこを伝ってこういろんなところ足場を渡りまくっていったりすると、さっきあのちょっとしたグリッチを使ってこう倒した敵の足場にたどり着くことができるっていうような感じになってるんですが、まあ、あのさっきのところはそのバウンシングのグリッチを使うことによってそこら辺のちょっとした移動っていうのを短縮したというような感じになってます。そうですね、今デスルーラーしましたね。ここですね、あのまあ、何回も見てるようにスーパーダッシュを使って遠くの足場にジャンプするっていうような感じをしてます。でそこに、また宝石があったりとかドラゴンの卵があったりとかするので、それを集めるんですが、ちょっとね元々の足場から離れてるので普通に戻ると遅くなっちゃうよねっていうので、あそこもデスルーラーして物だけ集めて1回落ちて、リスポーン地点から復活するっていうような感じですね。でリスポーン地点は、このドラゴンを救出するとあの実際まあ、実質自動セーブがかかるので、そこからあのリスポンスするようになってます。今多分敵一体倒し損ねたかな。Before we get into this next flight level, here, I'm going to be doing a really cool trick. The only dragon skip in the game. 次また飛行ステージに入るんですが、ここ一つグリッチを使います。めっちゃ分かりにくいんですが、今ゲートの前にクリスタルのドラゴンいましたね。でもなぜかそいつを助けずに、さらにゲートの後ろに回り込んで、なんか変な斜めの角度で、ゲートに入りました。であれがゲートグリッチの一つで、ね、グリッチ名前としてはボルダースキップっていう名前になってます。ボルダーっていうのは、さっきの目の前にいたクリスタル化されたドラゴンの名前ですね。今のところ、後ろから斜めに入って、多分角度の調整と、あとは入るときに多分 A ボタンというか、プレスの何ボタンか忘れましたけど、まあ、何かしらの決定ボタンを押すと、あのゲートに入ると同時にボルダーを、まあ、ボルダー、クリスタル化されたボルダーを、救出したっていうのが同時に起きます。そうすると、ボルダーを救出した用のカットシーンをスキップできるっていうようなグリッチになってます。
多分まあうまいこと言ってたらここの飛行ステージが終わって外に出ると吸収した覚えのないあのクリスタルしたドラゴンがもう吸収されちゃってると思います。うまいこと言ってるかな。言ってますね。入る前はクリスタル化されたボルダーがいたのにもう彼いなくなって足場だけになってましたね。When I get to a dragon, it's such a valuable second for me to pauseAnd relax my brain. で今入ったのが、ここのワールド最後のステージ、ここもボスステージですね、ブローハードというボスキャラクターになってます。なんのかな、竜巻というかつむじ風の魔法使いみたいなキャラクターになるのかな。今ちょっと奥に見えたあいつですね。なんか本体は見えないけどなんかつむじ風の上に帽子となんか顔のパーツだけが存在してるみたいな。こいつも火を吹きかけるとどん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 奥の方に逃げていくので、そいつと追いかける形でストーリーじゃないやステージを進めていくっていうような感じですね。There's a boss level in every homeworld and each of these bosses make like less sense than the last. This guy is literally a tornado hat.Is the literal Japanese translation? 今2回吹きかけて、この後もう1回吹きかけると、このボスキャラを倒す、クリアというような感じになります。I tried to go for a double spring box right there. That's another kind of advent strategy that I've been sort of squeezing into these runs, making something that's already risky and you know inconsistent a little bit more like I don't know if required is the right word, but something that I just like to go for. ボスっていう感じには言うんですけど、本当ね、火3回吹きかけるだけでみんな倒せるので、特にね、強敵感とかそういうのはないですね。単純に攻撃回数が増えるだけっていう。And so during this cutscene, you'd see the wizard squish against the ground. で、ここも、全部クリアしたので次に行きます。で、本来の、移動条件としては、ここは何やったかな？ドリームウィーブ、違う。卵を5個以上回収してたら OK っていうような条件でした。まあもちろん今、これ12個ぐらいありそうですね、左下見ると。で、次のワールド4つ目の、Another thing to point out is look at these enemies that ビーストメイカーズワールドっていう、まあ、沼地のステージになぜか電気ビリビリする床がなんか配置されたステージですね。Just as a safety strat in case there's any sort of weird soft lock action, which you know shouldn't happen. But you know marathons like this are ripe for the unexpected. 今セーブしたのが今ダイオマンさん言ってましたけど、セーフティーセーブって言ってて、なんかソフトロックの可能性があるとかって言ってましたね。それは僕はちょっと知らなかったですね。ISA でこれ走った時はセーフティーセーブとかやってなかったんじゃないかなって思いますけど。Added up over the course of a run, it's like real heart pounding stuff.てかあれか、そっか、じゃあ自動セーブじゃないのか、あくまでステージ内、あそっか、リスポーン地点が設定されるだけってことか。This category versus any percent, like, do you guys feel like there's a huge difference between those two? How does that kind of, how, what are the categories spread looking like? ここら辺から、まあ、ここら辺というか、ここのワールドはね、敵キャラが結構こう、なんていうか、重火器っていうのかな。まあ、なんかちょっとそういう機械チックな攻撃をしてくるようになります。さっきから出てるようにこう床に電気棒を当てて床をビリビリさせてきたりとか、こいつとかミサイル撃ってきたりとか、そういう感じでこう今までとはちょっと違うタイプの敵キャラが出てきますね。あとここ今はい、いっぱい花火が設置されてます。そうだ、ここのね花火もね、通常プレイだとねどこから行くのかね分かりにくいんですよね。というか、まあ、少なくとも僕は迷いましたね。まあオリジナル版やってた当時の記憶はもうあんまりないですけど、リメイク版でここのステージやってた時は建物の屋上にいっぱい宝箱が設置されてるのは見えるし、花火があそこにあるのも分かるんだけれども、
あの花火ってどこから行けばいいんやろうっていうので、結構ここはね、あのうろちょろさせられました。そういう感じで、結構ね、スパイロのこのステージによってはかなりね、どうやればあそこに行けるんだろうっていうのがなかなか見つけにくいステージがね、ちょこちょこ眠ってたりしますね。Yes, okay. Wed, can you tell us a little bit like what's going on with Sparks? そう。で今ね、説明が遅れてたから、分からない人も多いと思うんですけど、さっきまでスパイルの隣にトンボが飛んでたと思うんですよ。でそのトンボ、スパークスっていうスパイルの隣、スパイルの友達なんですけど、今ね、彼がね、いなくなっちゃいました。で、スパークスの、復活した、説明を忘れてたので、今やりますね。スパークスってゲーム内の役割としては2つ存在します。1つ目が、スパイロの体力を表す、金色に光ってる時が体力マックスで、1回スパイロが被弾すると青かな、青になる、2回で緑、3回でスパークスがいなくなる、いない状態で被弾するとスパイロは死んじゃうっていうような感じなんですね。でもう1個が、さっきからずっとやってくれてるんですけど、スパイロの周りにある宝石をスパークスが集めてくれるんですね。なのでスパイロは1個1個の宝石に触れなくとも、近くを通るだけでスパークスが全部宝石を集めてくれるっていうふうになってるんですが、今はちょっとね、さっきのステージ被弾しすぎたせいでスパークスがいなくなってます。ってなるとスパイロ自身が宝石に触れなきゃダメなので、RT 的には移動が制限されることになってすごいめんどくさいことになるんですね。だから今あれなんかスパイロのプレイングなんかぎこちなくなったなと思ったら、あ、スパークスいなくなってんじゃんっていうような感じでしたね。はい、で次またフライトステージに入ってきました。ここも、ちょっとややこしいんですね。こういう感じで今ボートとゲートと宝箱、この後で飛行機が出てくるんですが、飛行機とボートがそれぞれ動きまくってるので、周期を2つ管理する必要があるんですね。でそこをうまいこと管理しながらここをクリアしていくっていうような感じになってます。多分今何個かミスった気がするんだよな。おお、結構今回調子悪いですね。あとは宝箱1個さっき忘れてたからそこかな。Love you, Barry.That level was a complete train wreck, ここもね、さっきあったナイトフライトに比べたらまだマシだとは思うんですけど、動く、ターゲットが2つあるって意味で、なかなかいやらしいところですね。Again, being sparksless here from just something that's like a human error, I think is, while punishing, it teaches you, I think, a lot of discipline, frankly.A few more donations we might have. 日本版だと日本版のスパークスの色変えがポケスティング連動機能になっているので、ダメージ表示はサイトが下がるだけ。もう全然覚えてないですね、当時。そんなのあったっけっていうような。そうですね、スパイロ、今やってるスパイロ・ザ・ドラゴンと2作目の、英語名がスパイロ2リプト・オブ・レイジ、日本語名がスパイロ&スパークスとんでもツアーズっていう、この2作品は日本版も出てます。あとゲームボーイアドバンスの派生作品もあったりしますけど、Guys, I need you guys' help. Hold on. On the count of three, let me get the best hype you got. One, two, three. ミスティーボグっていうステージですね。There we go. And now, so yeah, as that donation just mentioned, these levels are casually just absolute pain, endless game overs over and over. All of these enemies are completely ruthless. The way these guys sort of home in on you and just chomp you up, and these little frogs that just lick, it's a mess. This whole level is a mess, and as a speedrunner, it's still a mess, because even right here, I have to rely on these frogs, all going into a perfect line like that, but almost, that last one, almost, イノシシとか、なんかカエルとか、こういう、またここも、このステージぐらいしか出てこないかな、という感じでいろんな敵キャラが出てきますね。And they're moving quick, too, so look at that, getting his blue gem from
結構ね、スパイラドラゴン、敵キャラは豊富なんですよね。まあ、何個かステージ内で使い回せるっていうのはいますけど、結構そのステージしか出てこない敵キャラなんかも 何体か準備されていて、まあ、そこら辺も面白いポイントかなと思います、ね。で、あ、そうだ、ここも多分僕毎回言ってるんですけど、今ここなんかね、壊れた壁の足場伝って屋上というか屋根の上に登っていきましたね。あのここですね、僕リメイク版だとあそこの登り方全然わからなくてですね、なんでかっていうと、こうグラフィック向上して、あのそれぞれのフィールドオブジェクトもなんかこういい感じになってるせいで、あの僕あそこはね足場だと気づかなかったんですよね。リメイク版だとね、多分あの壁の壊れたところにこうなんか苔かなんかが生やされたりしてて、全然あそこをスパイルが行けるって気づかなくって、その時ずっとまた迷ってたんですよ。あの屋上の上になんかあるんやけど、どうやってあそこ登るんだろうって。その時はもう完全に一回諦めて、あの後回しにしましたね。他のステージ全部クリアしてから戻ってきて、 あそこから登れるやんってなってクリアしましたね。And is there one more? No, we're good. We're woof. We live. あと、通常プレイするときに役立つ機能として、あ、それもそうだ。だからスパークスの三つ目の機能っていうのがあって、ね、これがね、オリジナル版にもあったかどうかはわからないんですが、もしかしたら リメイク版だけかもしれないんですが、左スティックを押し込むと、スパークスが、あの、なんだろう、宝石があっちにあるよっていうのを示してくれるんですね。しかもそれ、あの、二次元方向だけじゃなくて、高さ方向も含めて示してくれるので、こう、ね、ステージ後半になって、宝石が1個だけ足りないんやけど、どこ行けばいいんやろうとかっていう時は、そのスパークスがその左スティックを突っ込むと、スパークスが向きを示してくれるので、そっちに行くと。そしたら宝石が眠ってるっていうような感じで、あのステージクリアできるような、あのサポート機能がついてます。で、今入ってるのがツリートップっていうステージで、ここ、僕個人的な一番好きなステージになってます。で、何がいいかっていうと、ここもまたスーパーダッシュのギミックがふんだんに使われているステージで、ここはですね、ステージデザインとしては何個も大きい木が立っていて、それぞれの木の間をあのスーパーダッシュとかを使いながら、あの渡り歩いていくっていうステージなんですね。で、スーパーダッシュを使える区間が長いし、もともとそれ用にこうなんかコース取りみたいなのがされているので、すげえね、爽快感があるんですよ。ここですね、こういう感じでスーパーダッシュ使って、まあ木を渡り歩いていく。で、今ここで宝石集めなきゃダメなので一旦終わりましたけど、まあ、ここまた違うスーパーダッシュもあって、ジャンプしていってっていうので、いっぱいそれ使いまくれるのですげえ楽しいんですよ。ただね、これが楽しい一方でゲームクリアとしては、あ、うまいこといきましたね。またちょっと解説遅れちゃいましたが、今のところあれもちょっとしたグリッチを使いました。どういうグリッチなのかな、ちょっとちゃんとは説明できないんですが、ちょっと通常とは違うやり方で、スパイロのジャンプを、高いジャンプを行って、本来なら別のやり方でないと来れないさっきの足場にやってきました。で、今のところ本当はですね、超めんどくさくって、あのスーパーダッシュ版を使って、あっち行って、こっち行って、で、ぐる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 すると、今のところに戻ってきて、スーパーダッシュで初めてあの足場にたどり着くっていう感じなんですが、それで今スキップしたっていう感じですね。で、その通常プレイだと、そのあっち行ってこっち行ってがね、わかんないんですよ。あの今スーパーダッシュ使って目の前にジャンプしましたね。まあ、当然なんですよね。あの下の矢印はまっすぐ向かっているわけだから、その通りにジャンプするんですが、あそこをあの90度真横に飛びますっていうのが正解ルールなんですよ。今もうまいこと決まりましたね。スーパーダッシュ使ったまま、本来なら想定してない斜めの壁の足場を伝って上に戻ってくるっていうのをやりました。
こういう感じで、通常プレイも楽しいし、RT 的にもちょっとね、やっぱスーパーダッシュ使うところが多くて、爽快なプレイングがね、見てて楽しいステージになってますね。今のところも、あれはグリッチってほどじゃないですが、地味にショートカットしましたね。あそこ本来ならもうちょっとステージをこうぐるぐる回り込んでいくんですが、なんか壁の足場ちょっと登ってからジャンプすることで、高さが足りて今のところにたどり着いたという感じですね。But yeah, normally when you get squeezed like by an enemy like that, like in a corner against the wall, you get one of those proxies that we were talking about earlier. You get bounced way up high into the air. We're going to be doing that actually in the next level Haunted Towers. You're going to see a really cool wizard squeeze proxy, we would call it. But...ここも、僕もこれ通常探索するときにここのエリアに入ってくるやり方がわからなくてですね、結構迷ってましたね。これもね、ちょっとね、一瞬わかりにくいところにさっきのエリアの入り口なんかがあったりして、どうやってあそこに行くんだろうっていうのが結構難しい、パッと見わかりにくいんですね。ただここはね、今までのボスステージと多分こいつだけだと思うんですよ。ちょっとギミックが違っていて、まだボスは出てこないですね。まずはこう手前にいる敵とか宝石とかを全部収集していくような感じになっています。How difficult this kind of movement is. This is one of the main examples. Like, you can be good at the game, but you'll not reach Deo's level until you've played the game for 7 years straight at least. こいつです。これはですね、このボスの目の前にあるこのなんかアンテナを全部破壊すると、ボスに、1回ダメージを与えたっていう判定になります。原理としては、ね、多分あのアンテナからエネルギーが供給されてるのかな。だからエネルギーの供給源がなくなると、今回のボス、ロボットなんで、そのロボットを壊すことができるっていうような感じですね。で、このボスに関しては、2回だけで終わりです。今までと3回炎吹きかけてましたが、この2回分アンテナ全部倒すと、はい、ボスがゴロンって倒れましたね。ああいう感じでボスを倒したというふうになります。Okay, glide over. By the way, this glide is super hard to do casually. I noticed that I'm pressing square and then X in order to initiate these glides so that way I can preserve height and speed. A casual player would just press X again in midair. Pretty much never make that glide without like a perfect jump in X play. スパークスというか、スパイロの体力を回復する方法ですね。全部のステージの中にいろんなね、小動物がいます。こうやって今、ニワトリがなんか跳ねてましたね。ニワトリがいたりとか、なんかカエルとか羊とか何かしらちっちゃい動物がいて、そいつを火を吹きかけるかダッシュで倒すと、なぜか小動物を倒すと中から蝶々が出てきます。でその蝶々をスパークスが食べると体力を回復するっていう、なんか謎のゲームデザインになってます。なんだったらスパークスがいない時って小動物倒す中からスパークス出てきますからねどういうことっていう感じなんですよね。ここはね、僕もね、もう未だに意味は分かってないですね。なんでそんな扱いになってるんだろうっていう。さあ、そんなことを言っていると次のワールドにやってきました。次がドリームウィーバーズワールドというステージになっていて、もう魔法使いみたいな敵がちょこちょこ出てくるワールドおよびステージですね。であとは特徴的なのは、時間を操る敵みたいなのが、時間を操るってほどでもないかな、なんか時間に関する敵みたいなのも出てきますね。で一緒に入ったのがホーンティッドタワーズという
the location at which Spyro moves could be like right where that mushroom was when time resumes. Mushroom comes back. You can get a proxy. You can get thrown off. ここ、さっき言った紫色の妖精出てきます。この子ですね。今、紫色の妖精にキスしてもらうとスパイロ君体がほてって赤くなっちゃいました。でこの状態だと炎がピンク色になって高温になるので、この状態でないと倒せない敵、壁、宝箱すべてを倒すことができます。で今、いったかな？いった。Another trick right there. That was the wizard squeeze proxy. 細かい技は全部ね解説遅れちゃって申し訳ないんですけど、今のところも敵を倒した後敵の上でバウンシングすることによって大きくジャンプして本来ならまた違う方法でやってくるこの足場までやってきました。でここ、次黄色の妖精にキスをしてもらいます。黄色の妖精にキスして違うな、説明する順番で言うと紫色の妖精にキスしてもらった時ってスパイロの体がほてるのって時間制限なんですね。一定時間経つと通常通りに戻ってしまうんですが、黄色の妖精にキスしてもらうとまあステージを脱出するまでではずっとこの状態が続くことになります。でここのステージ本来の、クリア手順としては紫色の妖精があちこちに配置されてるんですね。で1回紫色の妖精にキスしてもらって何かしらのギミックを破壊する。そしたら次はその先にまた違う紫色の妖精がいてその子にキスしてもらって次のギミックを破壊する。それの繰り返しで奥に進んでいくっていうようなステージ構成になっているんですが、まあ、さっき言ったように敵のあこの子ですね、あの子2体目か3体目か3体目だな確かですね。ですが、まあ、さっき言ったバウンシングを使って本来ならステージの最後の方にやってくる足場に行くことで黄色の妖精にキスをしてもらうことでこの体がほてった状態でこのステージを全部クリアできるというような感じになってます。Right here. Can I pester you for a few more donations? I would love to hear some. You can pester me anytime, Dad. No worries. で、まあそうするメリットとしては、まあステージを攻略していく自由度が増すのと、まあ一回紫色の妖精にキスしてもらってたら、まあ、それその分のカットシーンが入って、タイムロスになっていくので、まあそういう感じで。先に黄色の妖精にキスしてもらって進めるっていうような感じになってますね。Yeah, I didn't see the gem at all, which is basically the bad sign. You should have seen the gem spawn and... で、またコメント欄で補足してもらってるんですが、さっきの足場は本来の生き方としては、結果的に出てきてないかな。このステージにもスーパーダッシュのまあ、坂があってそこを走ってでまたこうステージをぐる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 回って実はさっきの足場にたどり着けるんだ。でもそこのやり方って初見だとなかなか見つけられないからまたみんながあそこの足場行けば宝石があるの分かってるんだけどどうやって行けるのかなっていう探しまくるようなステージになってますね。お今のところもちょっとしたでグリッチ多分使いましたね。本来なら飛距離足りないのであんなとこ行けないんですが、ちょっと斜めった壁にスパイロのあった体をこすりつけながら行くことで、スパイロが落下するスパイロの落下を防止しながらちょっと飛距離を伸ばしたっていう感じですね。で今、敵を一体倒しまして、なんかこのすげえミサイルみたいなのに火を吹きかけました。するとなんか今オレンジ色の光が放たれて、なんか敵にぶつかるとなんか巨大だった敵が今ちっちゃくなりましたね。あれがここのワールドのギミックの一つで、光線に当たると敵が大きくなったりちっちゃくなったりするっていうギミックがあります。で、もともとはさっきミサイルの前にいた敵が敵自身がビームを撃って他の敵キャラを大きくしたりちっちゃくしたりしてスパイロの行く手を阻むという感じになってるんですが、まあ、それを倒すことでスパイロ自身が、ビームを撃つことができると。
で、あのビームをスパイロ自身が撃たないと、さっきの2人の敵っていうのはずっと巨大化したままなんですね。で、巨大化したあの敵キャラはスパイロをダッシュでも炎でも倒すことができないので、スパイロ自身があのビームを操ってあの敵2つを、ちっちゃくして、でその敵を倒して奥 の, あのエリアに進んでいくっていうような感じになってます。で、今やってきたのが、最後か、最後のフライトステージですね。ここは電車と、こういうなんかプロペラと、灯台に光を灯すのと宝箱ですね。ここはまあスムーズに決まりました。今リマスター、あ、そっか、サマーセールか、今、スチーム。そうですね、ちょこちょこ説明しているリマスター版リイグナイテッドトリロジーっていうのは、スチームとプレステとスイッチかな、 Xbox も出てますね。で、まあみんなが一番買いやすいのはスチーム版なんですが、まあ今多分サマーセール中で1886円らしいですね。結構安いんじゃないかなこれ。But yeah, so what I have to do here is clean up this. 僕が買った時は半額で2500円だったんで、定価多分5600円とかやったと思うので、結構お買い得ですね。ワン、ツー、スリーなんで、まあ、実質1作品600円ぐらいですよ。ね、これ今、プレステ版の98年に発売されたグラフィックですけど、リメイク版はね、本当に綺麗なので、こういうね、箱庭系のゲームが好きな方はぜひやってみてください。本当楽しいと思います。By the way, Nitrovsky, please remind me to get that red gem. ただね、あ、そうそうそう。で、そう、日本語版はね、残念ながらないんですけど、Steam 版とか、確かプレステ版もあるって聞きましたが、日本人の、有志による日本語モッドっていうのが作成されてるので、まあ、そいつ入れてもらえれば、日本語でもプレイできます。まあ、ただね、このスパイロに使われている英語、別にね、全然難しい英語使われてないので、まあ、その英語得意じゃないよって人でも、まあ、別に英語版でもプレイには何の問題もないかなとは思います。特にスパイロ1は英語わからなくても全然ゲームはプレイできますね。スパイロ2になってくるとちょっとこう細かなミニゲームみたいなのが入ってくるから、英語がわからないと何をすればいいんだろうっていうのはちょっとわかんないかもしれないですね。スパイロ3はまだ遊んでないからちょっと僕もわかんないです。ここもスーパーダッシュなんですが、これも本来とは違うルートで、RTA 独自のルートで、このおお、ミスっちゃった。多分やり直すんじゃないかな。やり直しますね。ここ本来とは違うルートで、もうむちゃくちゃなルート取りであっちこっち行きます。で、ここまずここ行って、さらに、あ、ちょっと道順書いたな。No, we did not. No hype there, but you know what?It's all right. We're still making it through the level. We still got our lives in one piece. Thank you. 今2回目はちょっとでルート変えましたね。今2回目のルートが何なんだろう。安全ルートなのか何なのかちょっとわかんないけど。あと、うまいこと言ったんかな。最後、おーっつってたから、もうちょっともしかしたらやろうとしてたことがあったかもしれないですね。You actually use those turkeys to levitate you up to this.僕も今回解説するにあたって今回 ESA と奏者の方も一緒だしカテゴリーも一緒だからあんまりね見返してはないんですよね。その時使ってた解説資料そのまま持ってきてて
当時の記憶で喋っているので、ね、細かなプレイングを、ね、全部覚えているわけじゃないんですよね。で本当なら多分今ここ集めているところ全部スーパーダッシュで通り抜けていってたんじゃないかなと思います。それかもしその半年の間にちょっとねチャートが変わってたりするとまた違うかもしれないですけど、今回ちょっとね緊張されてるのかちょこちょこねミスはあるかなと。 ESA とかの時はね本当ねミスもあんまりなくやってたかなっていう気はするんですけど。 It was actually pretty good if you think about it. Special shout outs to Red Spring Chest. Oh yes, the Red. Yes, do we have any Red Spring Chest fans here? Where are you guys at?The only one in the entire game was in that ですけど、現地の後ろにスパイロのぬいぐるみが置かれてますね。ちょこんとソファー上に置かれてるけど。Latif has a crazy crash that can happen on him. If you flame the firework chest and then まあちょっとね、いろいろスーパーダッシュでミスがあったりはしましたが、まあそれでもね、大きな影響はなく無事クリアして、次がダークパッセージっていう。You can get a loud test beep that happens sometimes for no reason. 暗闇の暗闇ってほどでもないか。まあこういうステージにやってきました。ここまだ独自な敵が出てきて、こいつのこのなんか髪の毛なのか帽子なのかが赤いキャラクターですね。あれは敵ではあるんですが、倒すっていう概念がないんですね。火を吹きかけるとなんか。ちっちゃくなるというか、まあ、そう、ランプの中に閉じ込まっちゃうっていう感じかな。で、あいつがいると、その近くにいる、あ、今、大きくなりましたね。犬の敵キャラが大きくなるんですよ。で、凶暴になるっていう感じなんですが、なんだろうか。そこだから暗くなるとあの犬がでっかくなって、でその明かりを調整しているのがあのランプを持っている敵キャラだったかな。でランプ持っている敵キャラに火吹きかけるとランプにこもってずっと明るくなるから犬がずっとちっちゃいままとかだったかな。ちょっともう最後プレイしたのもリメイク版ももうなんだかんだ1年前とかなんで細かいところちょっと覚えてないんですよね。あそっか犬だけじゃなくてこの鎧をまとった敵もそうだ。犬はね多分でかくなっても火吹きかけたら倒せるはずなんですけど、でっかい鎧をまとった敵キャラは大きい状態だと火でもダッシュでも倒せないので、常にこう明かりをつけた状態で、であの鎧をまとった敵キャラがちっちゃくなった状態にしてダッシュで倒すっていうような感じですね。It's just terrible because like imagine you're on a pace and you just run past one, you just feel like an idiot.こういう感じで、一応敵なんだけど宝石が出てこない敵キャラ、あくまでステージギミックとして存在している敵キャラっていうのはこの後別のステージでも出てきます。What's it called? Misty Bog, as far as the strength of the enemies, how annoying they are to deal with.そうですね、カロンみたい、まあそうですね、カロンってスーパーマリオの骨になったのこの子ですね、あいつみたいに時間が来れば復活します。ただカロンと違ってスパイロ自体に攻撃してくることはなかったんじゃないかなと思いますね。あくまで敵キャラを大きくしたりちっちゃくしたりするだけだったんじゃないかなと。This level is just such a example of like you have to be ready for everything to go wrong basically. Like the little firework chest I blew up right there, pardon me, like the firework I set off, you have to hit that such like the right way or else you'll miss it and have to run through the whole level. And like you're saying with the turtles, you have to hit them in just the right way or else they're gonna hit you and lose your time. And it's like you sort of with time and speed, all these like little mistakes that keep happening to you over and over, you learn to adjust to them. Like, you turn those like, otherwise annoying parts of the game into your strength through just preparedness.Speedrunning is just all about preparedness. You already went there. Oh no,、yeah. I did the wrong route. Thank you. But yeah, so I was not prepared there as you guys. Okay, fly around. It's only my ego.
But yeah, so just being prepared for stuff, I think. That's all it is. You know, I don't really think there's anything like, I don't think talent exists in speedrunning. I don't think like having natural skill at a game really exists. I think the only thing that's natural about speedrunning is that you have the stamina and you want to like, get better at it. So the difference between a world record holder, look at any game, any speedrunner out there. And the difference between the world record holder and second, third place and so on is the amount of time they put into it. There's no coincidence there. It's not like a natural. はランプじゃなくて時計になりました。でこれがステージギミックの一つになっていて、時計状態にすると今ここですね、足場の高さが変わります。彼が時計になっている間、足場が高くなったり低くなったりします。でそこをうまく調整っていうか、まあそれで足場の高さを変えた状態でステージの奥に進んでいくっていうような、ステージ構成になってます。でこいつボスです。こいつがジェイクスですね。なんかねえ、びっくり箱の中身みたいな感じになっていて、今ギミナ地味にこう全部ダッシュでダメージ与えて、違うかこれ与えたな。こういう感じでこう、なんか追いかけっこしてるといつの間にか倒した感じですけど、なんかすげえ簡単にボス倒しました。でここは、ステージのアイテム全部集めてからボスを倒すんじゃなくて、先にボスを倒してから、まあ、他のところにある宝石をいろいろ回収していった方が、まあ、ルート的には速くなるので、そういうルートを取ってます。ワールドレコード取るときはああいう細かなミスも詰めていってるんでしょうね。もうあれだけでも多分1秒ぐらいはロスになるでしょうからね。beautiful, just in time. And yeah, there's an even harder strat there found once again by the legendary wall.救出して宝石何個か集めたら多分ここのステージは脱出すると思います。今取り損ねたな。Let's close this out. Let's see if we can get the quadruple, the quadruple duple here. That's not the actual name for it. I kind of just made that up right now. そうなんですよね。これ一個でも取り逃したら 120% は達成できないので、細かな取り逃しが怖いですね。Saves time if you game over on it. Believe it or not.そうです。今走っているこの方、ダイオマンさんという方が世界記録を持っています。で今日走っている 120% だけじゃなくて 80% の方でも世界記録を持っている方ですね。でちなみに 120% は2日前に、1秒か2秒自身の記録を更新してました。さあこれでここのワールドも全てのアイテムを回収したので、いよいよラスボスのワールドに移動します。でラスボスのワールドはちょっとこれまでのところとは一つ違っていて、ステージ4つあって、それぞれが1つずつ違うな、1個ずつ解放されていくっていうような感じですね。そう、全部こうね、今見えてる竜の頭にそれぞれのゲートが隠されてるんですね。でドラゴン救出して一番最初のステージのノーク K のノークコウブ、まあなんかね、港町というか湾岸沿いの工業地帯みたいなステージですね。こういう感じでこう工事員みたいな敵キャラがいたりとか、こうバレルがいっぱい配置されてたりとか、まあ、そういったところとなってます。でここはですね、まあ敵キャラもう2種類なのかな。鎧をまとった敵キャラと鎧をまとってた敵キャラで、鎧をまとった敵キャラには近くにある金属製のタレルじゃない、タル、バレルをダッシュでぶち当てることで鎧を爆発じゃないか、そのバレルの爆発力で鎧を破壊してこう丸裸にさせて、そしたらこう
スパイロの火を吹きかければ敵を倒せるよっていうような感じになってます。今なんで 120% になるんですって書いてる方がいるんですが、まあ、いわゆる 100% カテゴリーで、あのスーパードンキーなんかの 101%、102%、103% と、まあ、同じような感じだと思ってください。で、細かい話をすると、ラスボスを倒して違うな、ラスボスを倒した後にもう一個別のステージがあるんですね。ただその別のステージに入る条件っていうのが、すべてのそれまでに回収できるすべてのアイテム、ドラゴン救出、ドラゴンの卵、宝石を集めていれば最後の隠しステージが解放されるよっていうような感じになっています。で、その解放された時の達成度が 100% なんですね。で、そこで 100% にした後に隠しステージで全ての宝石を集めると 120% になるっていうような感じに、まあ、実はなってます。 You'll never get the nasty Norg basically. Like, aren't you afraid? And then you get to this level, he's like, wow. その説明多分今までやったことはなかったんですけど、一応あの実はそういう風になってます。そうですね、エンドコンテンツですね、まあ、エンドコンテンツってほど隠しステージ別にやり込み要素ではないんですけどね、あの宝石を集めるだけなんです、このステージも。If Deo does everything right, there's one of those dragons you'll actually rescue three times. でもそういうね、あの隠しステージというか、そのボスをクリアした後に解放されるステージみたいなのはスパイロ2の方にもあって、スパイロ2の方はね、一応なんか遊園地が解放されるみたいな感じなんですね。全てのボス倒して多分アイテムを全回収とかすると遊園地に行けるようになって、そこでこうスパイロがこうジェットコースターじゃないか、あれなんやろ、的当てとか、なんかいろんなこうミニゲームで遊ぶことができるみたいな風になってます。そうですね、今コメントなんか書いてもらってるように、最後のステージは、ナスティーズルート、まあ、あの宝物宝物庫っていうようなステージになってます。でそのナスティーが自分が持ってた大量の宝石がそこに隠されてるっていうような扱いですね。で今やってきたのが2つ目のステージ、トワイライトハーバーという、まあ、ここもあの港を模したステージになっていて、ここ結構また重火器を持った敵がいっぱい出てきますね。ただここですね、あのリメイク版だと、まあ、ちょっとした修正が加えられていて、今ここ敵キャラはもう完全にミサイルと銃を撃ってくるんですが、リメイク版、まあ、多分あの、ね、時代的な背景もあって多分重火器使うの良くないってなったんでしょうね。あの敵が使ってくるのがあのなんかペイント弾みたいなやつになってます。あのスプラトゥーンみたいな感じで、なんかピンク色のペイントを打ってくるっていうような感じになんか修正されてましたね。でここまたスーパーダッシュが使えます。まあ、まずここ宝石集めたらここでダッシュしていって、でさっきちょっとね跳ね橋を上げたのでここで上の方に飛んできます。でさらにそこから奥の方まで行ってステージをちょっとぐるっと回ってこいつ倒しつつ、ここの細かいところぐるぐる回って回収して回収して、でこいつ敵も倒して、でそのまんま元に戻っていって、おでさらに、おお決まってましたね。ちょっと一個忘れちゃってたけど、あそこね本来はもちろんねあんなぐるぐるしないですね。あのさっきの建物の2階に行くのと、スーパーダッシュじゃないと壊せない宝箱を倒したら終わりなんですが、まあ RTA なのでスーパーダッシュ状態で回収できるところはそっちで回った方が早いから、ああいう感じでぐる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 します。さっきのところはね、ESA だと多分ねちょっとミスってたはずなんですよね。あの宝箱を壊すところまでは行ってたけど、2周目ぐるぐるするところがね確かどっかでミスってスピード落ちちゃってたんですけど、今回全部綺麗に決まりましたね。ボシャンしたのはあれはデスルーラーだと思いますね。こっちの方があのドラゴン救出地点に戻った方が早いのでレスルーラーで戻りました。で次はラスボスです。まあ、さっき言ったあの隠しステージの前の最終ステージですね。
death abuse while you kill Nasty, which is easy to achieve normally. ここまあナスティにまた火を吹きかけるんですが、ナスティがちょっとね足場の高いところにいて、鍵で足場を下げないと奥に進めないです。なので今まずまたさっきまで宝石持って逃げてたと一緒の敵なんですが、この緑色の服になってて、こいつ今度は鍵を持って逃げるので、そいつと追いかけっこして倒します。で今2つ宝石を集めたんですが、本来はあんなすぐには回収できないですね。またあれも何周もぐる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 回らされるんですが、もうRTA だとコース取りがもう極まっているので、一周することなく宝石じゃねえや鍵を回収しました。で足場を回収すると、今度はナースティーノークとの追いかけっこになります。ただ、これはね、こっち全然難しくないです。おっと、1個ミスった。ナスティが逃げていくんですが、途中まで来ると、なんかなぜかステージの上にとどまるんですね。とどまってるんやったら、別に火吹かければいいよねってね、火ピシャってしたら、ナスティはまた次のエリアに移動していきます。What was that? I have headphones. I wish I could hear you guys. はい、ここで、はい、なんか攻撃しようとするんですけど、間がでかすぎるので、スパイルの方が攻撃早くて、次行きます。で次、この溶岩地帯に行くんですが、ここもまあ足場がちょっとね、実はこれ足場ね、だんだんね、狭まっていってるので、時間制限があるんですが、まあ、パパッと行けば終わりで、はい、ここ、あ、そう、ここグリッチ使います。お、行った。今、ナッシーの上でバウンドして、あー、ミスったーI missed it, guys. We'll try it again. It's fine. Don't worry. I'm well underestimate, guys. We got this. We got this. ミスっちゃいましたね。今のところはね、ナスティがこうハンマーじゃないけど、まあ魔法の杖で叩きつけの攻撃をしてきて、ナスティの頭にだったかな、マナシーの頭が下がった時に、あいつの頭の上にスパイルが乗ってバウンシングすることで、スパイルがピョーンって高く跳ね上がって、あ、ここそうそう、ここショートカットできます。で、ショートカットするとこれナスティ追い抜きます。でもここで火を吹いても意味ないので待ちます。で、まあ、さっきのちょっとグリッチに戻ると、あれで外に出ます。で、場外からナスティの足場の下に、飛んでいきますので、アスティの下から炎を吹きかけてナスティを倒します。で、倒すと同時に、場外の何だろう、下ってマグマ判定になってるので、スパイロがそこに落ちるとスパイロは死んじゃいます。それをすることでナスティを倒した際のカットシーンがスキップできるっていう感じですね。今ナスティバウンシングしたけど、これちょっと位置が悪かったからやり直しですね。はい、攻撃してきて、それの時にナス無理かな。No, I'm just gonna take the normal credits here. ちょっと普通に倒しちゃいましたね。本来ならさっきのようにバウンシングで上に飛んで、足場の下から火吹きかけてナスティが倒れたと同時に、溶岩にダイブして、多分今のここのカットシーンをスキップします。珍しいシーンが多分見れてますね、今 RTA だと。ここ今なんかね、インタビューされてるんですよね。スパイロ君だから、まあ世界助けてくれましたねみたいなインタビューだったと思うんですけど、でそれが終わった後に、まあ言ったようにラストボスを倒したので、エンディングムービーが流れます。ここら辺もまあ多分今普通に時間あるんで言っちゃうと、もともとオープニングってゲームの仕様としてカットでスキップできるので、まあ、RTA だと出ないんですが、オープニングもああいうインタビューから始まるんですね。それはスパイルに対してなくて、大人のドラゴンに対して、何だったかな、なんか細かい内容を忘れましたが、まあ、インタビューから始まって、インタビュー中にナスティノークのクリスタルの魔法が発動して、でスパイロ子供でちっちゃかったから、その大人の影に隠れてクリスタル魔法が当たらなかった、だからスパイロが助けに行くんだっていうオープニングシーンがあって、でエンディングもまたああいう感じでインタビューでエンディングを迎えるみたいな感じになってます。
126.35 at the moment. あ、ディスパイロ。違う、スパークスいなくなってるのか。あ、で、ちなみに、さっき、ボスを倒すと、また新しく、ドラゴンが1体あそこに現れました。で、ドラゴンを倒すと、ドラゴン80体救出して 100% になったので、最後の各ステージのここが、現れた。まあ、そこのドラゴンのゲートが、開いたっていう感じになっています。で、ここ、ね、こういう感じで 10ポイントの黄色と25ポイントの紫色の宝石だけがいっぱいこう配置されているような感じになっていて、でステージのギミックとしてはまたここも盗賊が出てくるん でそいつが今度はね、何だったっけな、鍵を持っていて、で鍵を壊すとまあ、ちょっとずつ足場の高さが上がっていくんですね。スパイルが行動できる高さが。で、ちょっとずつそれをやりながらこう飛行ステージみたいな感じでスパイルが自由に飛び回るんだけれども、最初高さ制限がかかっていて、それを鍵で足場を開放していくことでスパイルが飛べる高さ制限がどんどんと高くなっていって、収集できる宝箱の位置っていうのが増えていくっていうような感じになってます。で、そう今度はね、そう盗賊がね走るだけじゃなくって、ああいう感じでこう飛行機で逃げていったりするんですね。で、さっきからここね花火もいっぱい設置されてるので、ちょこちょこ花火に火吹きかけて、ああいう花火じゃないと、お、切りに行った。今、盗賊倒しましたね。あ、今のところ、ノットイージーとかって言ってるんで、そんなに綺麗にはなかなかいかないんでしょうね。でも、うまいこといきましたね、今。こういう感じで、こう、そう、花火がね、あっちこっちあるんで、まあ、早めに花火に火吹きかけて、まあ、ちょっとあっちこっちの宝箱を倒して、まあ、ちょっと今待つ感じですね。ちゃんとね、そこら辺考えてるんですね。花火がくるくる回る時間も考えてやってます。あ、でもうストップ、もうじきタイムストップですね。ここ最後、ナスティノークの絵の前にある大量の爆竹付き宝箱を運ばすと、25個の宝石が、25ポイントの宝石がいっぱい出てくるので、それを集めると、2000個になります。で、最後、ステージクリアなの、これ、スタイム。と今のところに入るとタイマーストップ。グッドゲームでした。グッドゲームでした。サングラスかけてますね。一応ここもまたもう一回インタビューシーンで終わります。 So guys, that was Spyro the Dragon 120%. And Fezzy, get up here on the stage, man. We need the Spyro here. This guy, Fezzy, is, yes, some applause for the real life Spyro.誰かの紹介してるのかな。あ、なんか後ろスパイルの着ぐるみ着てる。めっちゃ見切れてるけど。Oh my god, he's got the glasses and everything. I wore it on Chris's run in 2020, and now he's finally here in full circle tradition. The Spyro hype lives forever. And I just want to say thank you guys for letting me play this game. If we have time, I'd love to show you the credits. Do we have a minute? ちゃんとカメラも引いて。Thank you for joining me. I love you very much, and have a great rest of the marathon. サングラスつけて。かけてますね。完全に仕込んできてましたね。あ、これで画面が切り替わりましたね。はい。500マイルさん、何か選手とかありますか。いや、特に僕はある程度走ってるわけでもないので宣伝はないです。あ、そうだ、ちょっと今後のイベントなんですけど、実は僕2つだと解説で参加していて、6月30日のポケットモンスターエメラルドのランダマイザー、こっちはですね、筒木神谷さんっていう方と2人で解説させてもらいます。でもう一個で、同日6月30日の夜18時頃からジミー・ジョンソンズ・エニシング・ウィザ・エンジンという、いわゆるオーフルなレースゲームの解説を参加させてもらうので、まあよければそちらの方もご覧いただければなと思います。はい、はい、以上です。その2作品もぜひぜひ見てください。ということで、はい、スパイロ・ザ・ドラゴンカテゴリー 120% でした。解説の TK500 マイルさん、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。ではここで司会進行も交代となります。ただいまの時間まで私嵐が担当いたしました。ありがとうございました。では一旦失礼いたします。
Welcome back to Summer Games Done Quick 2022, powered by Twitch. Want to get in one more lovely comment in relation to Deoman's Spyro run. We have $50 from Marn, who says, the original Spyro game was a huge part of my childhood and is still one of my favorites to this day. Watching this run with Deoman's amazing commentary has been a great time, and I'm glad to see it helping to kick off SGDQ. Everyone, I'm very happy to share some very important words from our, what we're here raising money for, Doctors Without Borders. Since 1971, Doctors Without Borders, or Médecins Sans Frontières, has been providing healthcare